敵のアイザック・ロスは聞き慣れた声で言います。見つけた。夢を見た者は殺さなければいけない。安心しろ。代わりは用意する。クライマックスです。戦闘終了条件はエネミーをすべて倒す、もしくは PC 全員が戦闘から脱落か自発的脱落をする。以上です。同じ速度のキャラクターがいる場合、バッキングが発生します。速度4のキャラクターの生命力に全員1点ダメージ。限界値を使用。判定に成功するとバッキングのダメージを無効か、俺にはわかる。テイラのトシポポタマガはチゲナベがどう動くのか、なぜなら俺はお前らの友達、アイザック・ロスなのだから。本当のアイザック・ロスはダメージを食らいそう。私の混沌による基本攻撃。対象はテイラの、生まれよ混沌エネルギー。はぁー。またこの子混沌を売ってるよ。混沌派ってなんだよ。あ、失敗です。私の中から溢れる混沌エネルギー。私自身制御できない。速度4の順番をダイスで決めます。混沌を打とうとしてきたアキホちゃんに尻尾アタックをします。ティラノの尻尾とか絶対死ぬやん。我慢で基本攻撃。ようこそ。おかしい、尻尾がうまく動かない。なぜ、この時代は恐竜の時代ではない。ここは私がいるべき場所ではない。狂気カード失踪が健在か。2シーンの間登場することができない。マスターシーンは関係ないから特に意味はない。おい待て、よく考えたら現代に恐竜がいるのはおかしいだろ。テイラノも何か異常な存在なんじゃないか。ツッコミが遅い。疑心暗鬼が健在か。自分以外の PC に2000ダメージを与える。私が受けましょうか。なんで現代に恐竜がいるんだよー。うおーおお。2000ダメージ受けました。そして私がファンブル効果で狂気カードを1枚引きます。次に俺、テイラノに混沌で基本攻撃。お前は白亜紀の存在。この時代にいてはいけないんだ。混沌か。速度が4だから回避は8以上で成功だね。失敗。1D6 点ダメージ。はい。優しい。次にヒポポタマガワチゲナベさん。どうしよっかな。2人目のアイザックを強打で攻撃。速度分マイナス修正がかかるので9以上で成功ですが大丈夫ですか？大丈夫だってなーりてな。はい。そんな大ぶりな攻撃、当たるわけないだろう。動くと当たらないだろう。止まれよ。アイザックさんどうぞ。俺の分身に基本攻撃。俺の動きを俺が理解していないはずがない。当然、成功。お守りポーン。8以上を2回連続はまあ無理なんだよな。失敗。狂気が1枚顕在化しているからプラス1点ダメージ。諸事情によりプラス1点ダメージ。1D6 プラス2ダメージだ。アイザック2号の残り生命力は5点です。アイザックに向けて混沌パワーを貯める。いいだろう。混沌エネルギーを両手の中心に込め、ハメハメハを打つ要領で。はぁー。俺は当然回避をするぜ。速度1だから5以上で回避成功。成功。5以上は当然成功しますよね。いや、結構失敗するよ。アイザック・クローンに基本攻撃で。マジか。狂気カードを1枚どうぞ。いや、武器を使用。ダイスの振り直し、2回連続ファンブルってある？たまにある。ああよかった成功。開始判定どうぞ。尻尾アタック。手触りで開始。テイラノの尻尾の手触りを確認しながら開始。謎の強化感あるな。くらえ、1D6 プラス1ダメージ。残り1、虫の息だ。あ、ごめん、ちょっと待って、これ忘れてた。狂気、知恵の渇望が発動。俺は思う存分残虐に振る舞いたい。俺以外の PC は全員暴力分野からランダムに特技を選んで恐怖判定。戦争で判定。私は脅すで判定。そして顕在化した狂気が俺の正気度を超えたため、俺は錯乱状態に陥る。生命力か正気度を1点減らさなければ、攻撃と脱落以外の行動ができません。戦争？こっちは恐竜なんだよ。脅されたら笑って返します。笑えないよ。人類の兵器には勝てなかったね。二人とも狂気カードを1枚ずつ引いてください。見て見てー、私狂気カードいっぱい持ってる。まだ私のバトルフェーズは終わっちゃいないぜ。恐怖判定に失敗したから恐怖症が発動。新たに狂気を公開するまで恐怖心で指定されている特技が使用不能。これで全部の処理終了した。よし、ヒポポタマ側に基本攻撃、混沌ブレスだ。また混沌出してる。受ける技口から放たれる混沌エネルギー。そんな混沌当たるわけないじゃないですか。うお、すげえ。生命力か正気度を1点回復どうぞ。ここは生命力。このように避けるのだ。さてどうしよっかな。とどめを刺すにゃ。囲んで棒で叩くにゃ。じゃあアイザック2号さんを基本攻撃で殴ります。指定特技は愛。愛を解いて混沌を浄化させる。俺は愛の手触りを確認しながら開始。愛の手触り。なんか危ない響きだな。これか。愛。
今まで愛なんて知らなかった。愛を知らない悲しき理由よ。アイザック2号は浄化され戦闘脱落です。よし、あとはアキホ一人や。女子一人か。ぐへへ。男一人なんだよな。2D6 の基本攻撃、特技はオーダー。成功。混沌パワーでオーダーを耐える。混沌力を体中に込めて体が鋼のように硬くなる。混沌って何ですか？混沌は混沌です。回避成功。混沌ってすげー。血を吐きながら連撃を発動。錯乱状態のため生命力を一点減少。もう一度回避判定だ。俺の指定特技、オーダーでな。オーダー？風切り音がする。追撃に気がつく物音で判定。どこから追撃が来るのか、見切った。血を吐きながらお守りを投げつける。生命力一点減少。何？もう一度8以上で成功。クライア、1D6 プラス3ダメージ。一撃必殺。終焉や。終焉の勝利や。意地でも反省を失敗させに行ったな。戦闘続行します。なんで？お、やるか。俺は今地に飢えているぞ。一番満身創痍なのに一番強そうだ。クライマックス終了条件を満たしたので強制終了です。アイザックとよく似た人物は塵となって消えました。俺それ見て発狂しないかな。しかしアキホはその場に倒れたままです。気を失っているように見えます。息があるの？はい。とどめを刺してやるか。私の牙でとどめを刺してやろうか。もうバイオレンス。アイザックさんはそもそも最初アキホちゃんが好きとかなんか言ってませんでした？こいつのせいで殺されたんだから敵討ちだろ。なんかこいつは殺しとかんとヤバそうな気がする。二人から異論がないなら俺はこいつをやるぞ。でもねえ、無意味な殺傷はねえ。監禁する？監禁するか。実験台。サンプルが必要だし。何をする気なんだよ。私も生かしておいて得はないと思う。ただ、その、ね、この子に心というものがあるのなら、改心はできないかとね。でもこいつ殺しに来ましたよ。二人ともちょっといいかな。今空に UFO が飛んでるからそれを見といてくれる？あんなところに UFO が。戦った感じあんまり強くはないんだけど、こいつが他の NPC も狙うとなるとな。それ UFO 見ながら喋ってるんやろ。その UFO は赤か白か、どっちや。お月様が綺麗だな。白だと思うよ。そうか。よし、お前ら UFO なんて見てんじゃねえよ。帰るぞ。俺は白い方の道を進む。ついていきます。アキコちゃんの頭のそばにレッドブルを置いてからついていきます。赤か白の赤ってそういう？レッドブル白いのも出たよ。一日4本以上レッドブルを飲ませることだ。それで改心する。3人はその場から離れました。ケンタロウにことの顛末を説明しよう。それでは数日後、ケンタロウに会いました。どこまで説明します？アキホはアキホじゃないんだよ。アキホ以外アキホじゃないの。アキホは死んだ。もういない。今度アキホと会ったら、君は戦闘態勢を取らなければいけないんだよ。そうか。よくわからないが、アキホと一緒に過ごしていたら元のアキホに戻ってくれるかもな。捜索に協力してくれてありがとう。今度食事でもおごるよ。レッドブル9本でいい。ただアカネはまだ不安なのか、夢見が悪いみたいだけど、アキホちゃんも帰ってきたし、そのうち元気になるんじゃないかな。ケンタロウ、何かあったらすぐに俺たちに連絡するんだ。っていうか、アキホちゃんにアカネちゃんが襲われたのに、のんきに戻ってきてよかったって言ってるこの兄は何なんだよ。いいようにも悪いようにも捉えられるエンディングだ。アカネちゃんはアキホちゃんに殺されるのかな。鼻からモンスターエナジーを飲むような人を殺せるのかな。成り変わったら同じように振る舞うことになるけど。成り変わったと思ったら地獄に突っ込んだ。ところでヒポポタマガワチゲナベさん。はい。あなた本当の使命のこと覚えてます？やって完全に忘れてた。レッドブルのことで頭がいっぱいだった。恐怖カードが残り2枚なの。まあまあ綱渡りだったな。あと2回恐怖判定に失敗していたらゲームオーバーでしたね。いやーしかし最後はアキホを生かすか殺すか GM が聞くんですけど、聞かずとも勝手に選択してくれて助かりました。あとこのシナリオすごいんですよ。すごい読みやすい。GM をするにあたり一度目を通したんですが、これ初見で GM 多分できるかなってぐらい読みやすいです。そりゃすげえ。説明する能力が高いんだな。いやーすごい。すごいよゆうみさん。誰や？シナリオ制作者の名前です。ゆうみさんすげえ。ありがとうゆうみさん。ゆうみさんはできる人だと前から思ってましたよ。お前は何視点で語ってんだよ。それじゃあアフタープレイに移りましょうか。